どうも、ハラケンでございます。早いもので、お正月休みも明けて、昨年から年をまたいで続いていたビリジオンのレイドも終わりましたね。でも今回の期間はビリジオンよりも他のレイドバトルに参加した方のが多かったかな。そして8日の水曜日からは、あのゴキブロヒードランのレイドバトルがおよそ1年ぶりに復刻することになりましたね。復刻初日には水曜日ということで、レイドアワーも開催されました。皆さんはレイドバトルの調子いかがでしょうか？もう色違いゲットされたっていう方いらっしゃいますでしょうか？いつも何かとネタキャラ扱いされてしまうヒードランなんですが、ちゃんと強いポケモンなんですよ。攻撃種族値はもちろんのこと、全ての種族値が軒並み高いですし、覚える技も従来の1ゲージ技大文字だけではなく、複数ゲージ技である火炎放射を最近覚えるようになったので、ますます便利なポケモンになったと思います。ヒードランの活躍の場についてなんですが、ロケット弾カンプのアルロの対策にとても使えると個人的には思うんですね。クリスマス頃の使用ポケモン変更前からずっと使っていたんですが、使用ポケモン変更後も鋼タイプに対しては強いし、鋼タイプや虫タイプの技に対しては耐性を取れるし、他にもドラゴン、飛行タイプに強かったり、何かと使いどころが多いんですね。やっぱりあれだな、ちょっと時期が過ぎてる感はしますが、ロケット弾幹部の対策動画作ってみたいですね。一応これでもロケット弾に対してはそれなりにガチめにやってる方ではあると思うので。あ、そうそう、ゴキブロヒードランの話題を出した時点で少しお察しの方ももしかしたらいるかもしれませんが、ロケット弾対策のポケモンは人とちょっぴり違うポケモンたちを使っているかもしれませんので、少しでも参考にしていただけたら嬉しいですね。そんな中、またまた今更ながらの動画になってしまいますが、この冬に入ってから伝説レイドバトルでまあいろいろなことが起きたので、それらの記録をちょっと上げてみようかなと思いまして、レイド報告動画という感じですかね。それでは早速見てみましょう。映像はのっけからビリジオンレイドの映像ですね。ビリジオンに関しては特に動画に残したいなっていうようなやつは撮れなかったんですが、ちょっとこの時のゲットチャレンジで何とも言えないことが起きたので、残してあった映像で紹介してみようかなと思います。ちなみにゲットしたビリジオンで最も個体値が良かったのは、天候ブーストがかかった 93% だったような気がしますね。さあここからです。残りのプレミアボールの数は10球。しっかりエクセレントスローも決め、さあ捕まるかなと思っていたんですが、あ、読み込みが遅い。あー、出てきたか。え、ちょっと待って、なんでこいつ逃げてるの？あとボール9球ぐらいあるのに。そんな感じでかなり困惑気味になりながらポケモンボックスを開いてみました。よかった、ちゃんといたね。この CP でも思ったより個体値は高くないんですね。さてお待たせいたしました、ここからがいよいよ本番です。まずはレジギガスのレイドを仕事帰りにやってきました。ちょうど就業時間がレイドの開始時間だったので、ちょっとスタートには間に合わなかったんですが、それでもなんとかレイドが成立するぐらいの人数がいて助かりました。やはり社会人として仕事をしている身なので、仕事場からすぐ近くで EX レイドが当たったのはありがたいですね。とは言ったものの、人数が5人なので果たして討伐できるのかなと心配でした。レイド時間半分過ぎたあたりで1回全滅ですが、ペース的にもう討伐は確実だろうなってなったところで、やっと安心しました。それでも討伐成功時のタイムは残り約20秒。もう本当にギリッギリ。そしてこの時に出てきたレジギガス CP を見て、あれ、個体値そんなに高くないのかなって思っていました。勘のいい方、そしてレジギガスにお詳しい方はもうお察しですよね。
そんなこととはつゆ知らず、いつも通りパイルを投げて、いつも通り距離感覚を養うために1球目を投げて、あ、1球目に捕まってくれたわ、ラッキーくらいに思ってました。そんなんだから個体値を見た瞬間、思考が停止して固まってしまいました。続いては、今となってはすっかり懐かしくなってしまったコバルオンレイドでのとある一幕の動画です。レイドバトルが終わって慌てて画面収録を始めました。なぜかと言いますと、まあ見ての通りという感じなんですが、一応補足説明を書いてから次の画面に行きますね。出ちゃいました、個体値 100%。 言うまでもないかもしれませんが、色違いのポケモンと違って必ず捕まえられるというわけではないので、なんとか捕まってほしいなと緊張しながらボールを投げていました。2球目で無事ゲットすることができました。一応念のために個体値をチェック。はい、無事個体値 100% でした。とても嬉しかったんですが、この後さらにすごいことが断続的に起きるとは全く知り得ませんでしたね。続いてはテラキオンレイドでの映像です。この時もね、慌てて画面収録を始めました。これまたね、一応補足説明を下に書いておきましょうか。まさかの実戦でもよく使うポケモンテラキオンが天候ブーストかかった状態で 100% で出てきました。初球エクセレントで着弾したはずが弾かれた時はまあ焦りましたね。それでもエクセレントはしっかり狙って当てていっています。なんとか捕まえることができました。嬉しかったですね。今回も念のために個体値をチェック。はい、しっかり 100% でした。そして次が最後になりますが、最後は先月、昨年の年末に行われたレイドウィークエンドで出てきたルギアの映像です。また今回の映像もあれか、個体値 100% が出てきたって話じゃないのという声が飛んできそうですが、あえて前もって言わせてもらいます。そうです、ルギア個体値 100% が出てきました。でもこれまたただの個体値 100% じゃなかったんですね。なんと なんかもういろいろテンパってますね。スクリーンショットもまともに撮れてませんね。というわけでご覧の通りやらかしました。しばらく声すら出なくなりました。もうね、この時は放心状態になってしまって、しばらくステータス画面見てました。ここでようやく個体値チェック。はい、ちゃんと 100% でしたね。個体値 100% の色違いのポケモンは伝説以外のポケモンを含めても持っていなかったので、これはもうポケモン GO においては過去最大級に嬉しかったですね。こんな感じで今回のレイド報告動画は以上となります。編集で時間かかってる間に気がついたら新ポケモンの実装来ちゃいましたね。自分もまだまだそれらの新しいポケモンたち集めていかないといけないんで頑張らなくっちゃ。これからも様々な情報を伝えていけるように頑張るので、どうか皆さん応援、チャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。
それではまた次の動画をお楽しみに。ハラケンでした。